おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ769です。はい、今回紹介するのはですね、前回紹介したのがこちら、コンプリートセレクションモディフィケーションファイズギアよりファイズドライバーです。まず前回はファイズギアボックスみたいな感じで大きい、段ボールですね、そちらの方からセットの方を出しまして、ドライバー、こちらの本体の組み立て、まあ、電池の入れ方とかその辺と、あと基本的な部分ですね、こちらの、ファイズフォン、これちょっとパカッと開けると、ここにね、液晶書いてまして、ここに、変身方法とシングルモード、バーストモード、チャージ、あとコールちょっと、あとイクシードチャージですね、ここでエンターとこの状態で押すとなるやつ、そちらの方と、あと音声ギミック、この辺の状態でね、普通にこの辺の状態とか、この単体の状態で、説明書の方に記載されている番号を打つと、劇中と言いますか、乾匠役の、半田健人さんのセリフとか、なんか劇中のなんか印象的なセリフみたいなのが、今回のこのコンプリートセレクションモディフィケーションで取り下ろしになったやつですね、そちらの方が、入ってるやつを1個だけだね、やりました。それ以外にあと劇中でもあったやつをちょっとねやりましたという感じです。一応、分かりやすくね、腰に巻くとこんな感じだよということで、こんな感じでつけてあります。100均で買ってきた300円のゴミ箱とシーツでやったってね、まあ、こんな感じで適当にやりました。はい、ということで今回はもう一個の付属品、もう一個の付属品というね、ファイズギアボックスというか、ファイズギアの方で、買うことができたというかね、こちら単体でドライバー単体とそのギアと、2つありましたけど、今回はそちらの方のギアで買うっていうかね、手に入ることが、手に入るもう一個の方、それを紹介したいと思います。ちょっとスペース的に邪魔だな。それがこちら。はい、こちらです。こちら一応パッケージの方では今、クリムゾンスマッシュって書いてますね。で、このクリムゾンスマッシュっていう風になっているやつは、これですね。このファイズポインター、こちらの方ですね。まずメインとなるのは。そして、箱の裏。こちらの方で、グランインパクト。はい、こういう風になってますけど、メインはこちらですね。これがファイズポイント、あ、ショットです。こちらです。で、まあ、箱の作りとしては一緒ですね。これとファイズのマーク。あと、底も同じで、側面の方にもこういう風に入ってるよと。で、反対も同じように入ってる感じです。基本的には、パッケージは、まあ、共通といえば共通な感じですね。それ以外に、正面と裏がちゃんと、そのね、ものに変わってるという感じになっております。ということで、側面、こちらの方から開けていきたいと思います。こちらテープ止まってません。では、レッツ、オープン。はい、先ほどの箱から出したのがこの状態。前回のやつを見ていただくとわかるんですけど、まあ、前回のやつも同じ、こんな感じになってました。で、こちらの方の紙をペロッと外すと、ファイズドライバーの方では、この間ですね、この今触ってる厚紙と、この発泡スチロール、この間に、説明書と、あと、冊子ですね、それが入ってました。一応これは入ってないみたいですね。パーンと開けるとこんな感じです。で、これがファイズショット。これがファイズポインター。で、これ何っていうと、これは足につけるですね。本当の人間のね、まあ変身者とか装着者の足につけて、これとこれを組み合わせることで、まあ劇中のように遊ぶことができるための、足に取り付けるアタッチメントみたいな感じかな。で、これがベルトに取り付けるホルダー。して、これ何かっていうと、これと、前回紹介したファイズドライバーについてるファイズフォン。最初の方にあのパカッて開けたあの電話ですね。あれに取り付けることによって、このポインターを、ファイズフォンの方につけるためのアタッチメントがここに入ってます。はい。ということで、まあこちら袋から出してパーツ一式ちょっとね、ささっと並べたいと思います。はい。一式並べたのがこの状態です。ショットのホルダー。ファイズショット。これが足につけるやつですね。一応、これがレッグホルダーって書いてますね。で、ファイズポインターとアタッチメントパーツとなってます。で、一応、このポインターと、このファイズショットですね。こちらの方には電池を入れる形になります。こう思ったより重い。結構重量あります。で、こちらの方は、まあ見えたかな。ここの部分にネジがあるんで、ここの部分を、プラスドライバーですね。こちらの方で、まあ緩めて、蓋を開けると。パカッと。そして、ここに、電池の向きに注意して入れると。反対も入れると。そして蓋を閉じて、してドライバーで再度ネジを締めると。で、これ力いっぱい締めすぎてネジ穴を舐めてしまうと
使い物にならなくなるんでね、ちょっと注意が必要かなと思います。はい。で、ショットの方も同じですね。はい。こちらの方は一旦このグリップを起こすと、でこちらのグリップを上げるときに上がんないんですよ。これ上がんないのはここのところに、ベルトの方に付属してたミッションメモリーってやつね、これをここに入れることによってロックが解除されて上がるんですね。これすごいですね。これ安全装置っていうか、知らない人にとっては絶対開かないもんだと思いますね。ミッションメモリーを差し込んで開けるって、ちょっとね、一回ミッションメモリー持ってこなきゃいけないんで、ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、こういう風にまあ開けることができますよと。そしてここかな、ここの今触ってたここの部分に溝があるんで、ここ長いもんですね、細長いもんで押してスライドすると開くと、こんなです。そしてここの内側に同じく電池を今度3本ですね。今までだいたい2本2本だったんですけど、3本真ん中サイドで、さらに反対側を入れてあげて、でサイドこいつを入れて、こうやってロックすると、これでできました。そして戻して1回メモリを抜きますと。はい。一応これでこの2つはとりあえず電池の方の準備ができましたと。そして一応こちらの方は押し込んでおいて、こういう状態。まあこれはこのまんまですね。で、今現在としては使わないんで、このレックホルダーとこのアタッチメントパーツは使わないんで、ちょっと避けちゃいます。そして、これもちょっと避けちゃうんですけど、まずここで出てくるのが、先ほど外に追いやったこちらのベルトですね。そして今ミッションメモリー抜けてるんで、これを戻してあげる。で、向かって、右側。まあ、実際左側ですね。左の腰につけるここに、このホルダーを差し込んでひねる。そして、このファイズショットをここに、ザン。こう言って入れてあげる。で、反対側も、ここの部分にポインター差し込んでひねると。はい。これでファイズギアが完成です。こういうセットになるという感じですね。まずこれが、第一段階で、あと本当は、まあ、これを実際腰に巻いてれば右足ですね、右足の方にレッグホルダーをつけて、まあ、ある意味装着完了という感じになります。で、まずこちらのポインターですね、ポインターの方からちょっと遊んでいこうかな。まずポインターをちょっと抜きまして、スイッチを入れると、この底の部分にスイッチがあるんで、スイッチ入れると光ったりするかな。光りましたね。なんか最初なんか赤いのがパッと出ましたね。で、音も鳴ったと。で、ここにあるこのキラキラシールかな、これを押すとここから光がパーッと出てマークが出ると、映るかな、ちょっとベルト避けて、こうですね、ファイズのマーク、こう引いたらわかるかな、まあ、寄っても見えると思いますけど、こんな感じでファイズのマークが押したまんまにすると出ると、離すと消える。はい。ピピッと落としてこうつくと、これがまずポインターですね。そしてまあ戻してあげて、まあ、これがポインターとしての遊び。して次にこちら、このファイズショットですね、よいしょと。で、今度ファイズショットの方は、電源がここかな、これをオンにすると、これなんか光ったりするかな、あ、なんか光りましたね、ここが光りましたね。もう一回いきますよ。それ以外は光らなかったと思います。で、この状態でここにあるボタンを押すとフラッシュが光ると。はい、こんな感じ。要はカメラですね。ここが通常の液晶で、ここがファインダーかな。なのでこういう風に、まあ、こう覗きつつで写真を撮るみたいな、まあ、実際撮れないですけど、そういうような感じのものとなってます。はい。これが一応まず付属品としての遊び方は、まあ、この状態で電源入れっぱなしの状態でこうやって入れますけど、これ持つときに大体この辺下手に持ったりするとこうなるんですよね。なので持つときにはこのスイッチを押さないようにして、まあ、持つと、はい、こうやって持ち上げてみたいな感じかな、まあ、あんまりこの状態ね、ベルトとして使ってるときにここで写真を使うことはないと思うんで、まあ、変身遊びのときにはもう完全に武器として使う感じかな。一応まずベルトとしてはこういう形になります。
では、これからね、ベルトと連動して遊んでいくんですけど、まずそのためにはこちらのベルトからミッションメモリーを抜かなきゃいけないと。はい。そして、こちらのポインターを腰から取って、で本来は足につけるべきこちらレッグホルダーですね、ここにこうつけると。まあ、これつけるときにこうつける前に先にミッションメモリー刺さなきゃいけないですね、ここに。で刺しますよと。まだ入ってないよ。認識が多分この辺で最後のここに行く前に認識しちゃうみたいですね。なので一気に入れようと。はい、今わかりましたかね。 メモリーを入れることによって早いって、メモここだね、ここで触るんだね。はい、メモリーを入れることによってこういうことね、ガチャンと出ると。でスピーカーがどこかな、どっかなんかこの辺か、あここかな。はい、入れることによってレディーっていう音が出ると。で先ほど縮めてた部分がビヨンと出たんで、これがスタンバイ状態で、この状態にしてこうやって足にくっつけますと。まあこれが足についた状態だとして、で、この状態でこうやって押して遊ぶっていうわけではなく、これじゃもうならないです。でここからがすごいのが、今度こちらのベルトとこれが今度連動するんですね。でここで初めて蓋を開けて、で、多分見るべきはこちらのベルトのこの辺とかなんか光ったりするのかな。あとここのラインが光るときますね。こちらのエクシードチャージってやったときにピピピピピって音が鳴って、今度こっちに切り替わってるはずなんですね。なのでもう一回いきます。で今しれっとやりましたけど、今この状態でもう一回押しても、で切れちゃうんですよ。要はこいつをもう一回ミッションメモリー抜いて縮めて、もう一回この状態にしないとダメなんですよ。この状態で押すと、ということです。なので連続でこの状態でもう一回エクシードチャージやってもダメなんで、必ず一回ミッションメモリーを抜いて、でこのレディーにしないとダメだってことですね。だから連続ではできないという感じです。ちょっとめんどくさいかな、一回一回ちょっと抜いてはこれしなきゃいけないんで、ちょっとめんどくさいかもしれないですけど、まあこういう風にまあ連動するよと。技術のあれですよね、進歩ですよね。はい、一応これがファイズポインターで、今度こちらですね、ファイズショットの方なんですけど、これをまあケースが抜きまして、これも同じですね、ここにミッションメモリーが入る。まあ先ほどあの電池入れた時と同じように、今度入れると同じくレディーですね。でここで初めてグリップが起こると、起きると、こういう状態です。でこの状態でこう握ると、ちょっとちっちゃいかな、まあ、一応こんな感じで、この状態でここのスイッチを押すと、一応なんか攻撃音が鳴るらしい。まあそれに合わせて先端の部分が光ると。でこれ以外に先ほどと一緒ですね、こちらも今レディーの状態になってるんで、多分押せばいくかな。この状態で先ほどのスイッチを押すと、はい、でも多分また同じだと思います。この状態で押してもで流れないですね。なのでこれもやっぱりもう一回このレディーの状態にしておいてからエクシードチャージ、
で、ここまで来たらスイッチを押すと、はい、こういう風に音が鳴るという感じです。まあミッションメモリーが1個しかないんで、当然こっちかそっちのどっちか選択してになると思います。同時にあったらどうなるのかな、ちょっと試してみたいと思いますね。なのでと、こちらの方もこうやって出して、これはこうしよっかな。で、ここの部分の認証スイッチは手で触れるんで、はい、この状態でエクシードチャージしたらどうなんだろう。エクシードチャージ。もう奇跡だね。特に狙ってないですけど、同時になりましたね。なので、ミッションメモリーが2本あれば、同時に使えるってことなんだね。なので、今度出るファイズアクセル、そちらの方にアクセルメモリーがついてくるんで、それを、まあ、本来ここにつけておくんですね。それを、こっちに移して、先ほどと同じく、両方とも、これとこれ両方ともレディーの状態にしておいてあげれば、こちらのエクシードジャージで同時に鳴らすことができるってことなんだね。要は、1チャンネルで飛ばして、こう結んでたらこっちに行かないよってわけじゃなく、なんていうんですかね、まあ多チャンネルみたいな感じでバーッと出してるんで、こっちとこっちで受信すれば同時になるっていうことが、これでなんか分かりましたね。はい、一応こんな感じです。で、終わったらミッションメモリ戻して、あ、グリップ戻すためには、あ、これ問題ないですね。で、これで戻して、こうして片付けると、はい、こんな感じです。これはね、面白いですね。ベルトのこちらの方も、あとね、紹介してない音声ギミックがやっぱりいっぱいありますね。それはちょっと、おいおい、楽しんでいきたいかなと思っているんですけど、これからですね、今回、コンプリートセレクションモディフィケーションファイズギア。まあ一応こちら二次生産なんですけどね。そちらの方も発売といいますか、まあ記念いたしまして、次回から、SIC の仮面ライダーファイズシリーズ、そちらの方を順次お送りしていきたいと思います。全部で7回かなぐらいでいきたいと思っておりますので、そちらの方もちょっと見ていただければと思います。そしてその最後ですね、その最後ぐらいにまた、前にもねやりましたけど、仮面ライダーカード、ファイズじゃない、ディケイドのカードを1枚ずつ紹介するみたいなやつをやってたんですけど、それみたいな感じで音声ですね、音声が全部で、結構あるんで、それをね、動画の最後の方にでもちょろちょろっと、ちょっと流していきたいかなというふうに考えております。はい、なのでこれからもちょっと見ていただければと。おーっと、1個紹介するの忘れてましたね。アタッチメントパーツ、これは、ベルトから抜いて、はい、こうしてバキッと、で、この状態でここの部分にこいつを思いっきりはめちゃっていいのかな。あとはここにポインターが入るんですけど、あ、これ抜かなきゃダメなんだね。こう抜くんだ。危ない危ない。そしてここの部分にはめて、ここでカチャッと、こういう風につけると。これでつけた状態でポインターをここにこうつけることができる。はい、こんな感じですね。こちらでは特にギミックはないみたいですね。一応ってやっても、こいつには特に何も連動はしてなさそうですね。なのでこういう風につけることができますよっていうアタッチメントパーツだけでした。まああとはもう終わったら、これもポインター横にして、こいつを側面から、まあ、外して、こういう状態にして、ベルトにして、こうと。はい。こんな感じですかね。こういう感じで、まあ、とりあえず、まあ、ポインターとの連動もやりました。まあ、これだと漏れてるものはないんで、あとは、2017年だったかな、に、ファイズアクセル。こちらの方が届きましたら、またこのベルトの方とまた連動させていって、またちょっとね、遊びたいと思います。はい。それではまた次回、お会いいたしましょう。バーイ。